渡辺蓮吉肖像。大正8年10月31日、天朝節3代の都自撮影。渡辺蓮吉大正14年2月14日は、日本の法学者、裁判官、政治家。学位は、法学博士。行政裁判所表情官、内閣総理大臣秘書官、法制局参事官、行政裁判所部長、行政裁判法取調べ委員、貴族院議員等を歴任。 陽名は小吉。渡辺蓮吉とも表記される。越後国長岡出身。父渡辺矢倉左衛門のは越後長岡藩士。15歳の時母親戦争に従軍して負傷した。大学南校ドイツ部、海政学校に学び、東京外国語学校で教諭、訓導としてドイツ語を教授。外務省初期生としてオーストリアに渡り、 ウィーン大学で法律と政治学を学び、伊藤博文の地遇を得て、帰国して大日本帝国憲法、旧皇室転範、民事訴訟法の制定に尽力した。1897年に高等商業学校に先行部が設置されると、1903年に、美野部達吉が兼任教授に就任するまで、憲法、行政法等を講じた。明治政府の最大の課題は、 日本の近代化であった。そのためには、不平等条約撤廃の前提として、列強各国が日本に対して要求していた、近代法典を成立させる必要があった。そこで、日本政府は、ヨーロッパの諸法典をモデルとすることを決め、優位の人物を探していた。憲法制度調査のためヨーロッパを歴訪した伊藤博文は、ギュスターブ・エミール・ボア・ソナどドなどの、 おとい外国人を日本へ招兵するとともに、日本人法学者をも日本法の近代化に参画させ、そのうちの一人が渡辺蓮吉である。母親戦争を戦った越後山本家は、明治16年2月に河池とと共に加盟再興を許可されたものの、後継ぎに恵まれなかった。このため名門の山本家が断絶することを恐れた渡辺蓮吉らの計らいにより、 大正5年に、長岡氏族、高野家から養子に入ったのが、後の連合艦隊司令長官山本五十六である、小田中1179ページ、ヘルマンヒッチング、小田中1179ページ、鈴木、市原昭三郎、一橋と、広報学、憲法学、行政法学一橋論争、小田中1179ページ、なお、米100票参照。 漢方第2906号、大正11年4月13日。大井政元男曰く、家宝の整備が、旧務小田中1180ページ。墓は、東京都港区の青山墓地にある。漢方第百五十号、除人百八十三年十二月十六日。漢方第千三百二号、除人及び、事例百九十七年十一月一日。 漢方第5842号、除人及び、事例1902年12月22日。漢方第7352号、除人及び、事例1907年12月28日。漢方第150号、除人及び、事例1913年1月31日。漢方第1937号、除人及び、 事例1889年12月11日。漢方第5393号、除人及び、事例1895年6月22日。漢方第4499号、除人及び、事例1898年6月30日。漢方第5696号、除人及び、事例1902年7月1日。 漢方大戦三百十五、付録、事例一九百十六年十二月十三日、山本義次のこと。なお、山本義次の最期を見届け、その意外を埋葬した後に亡くなった、渡辺氷吉は、渡辺蓮吉の兄である。ありがとうございます。